はい、皆さんこんばんは。FM 読谷から生放送でお送りしておりますマンタキーラジオ、パーソナリティのタケボンです。ということで、今日は一人の放送の予定だったんですけども、ゲストが乱入してきまして、ゲストさんと二人で、お送りしたいと思います。それではマンタキーラジオスタートでーす。はい、2014年5月31日、5月最後の、土曜日になりました。この時間からは、マンタキーラジオ第109回目を お送りいたします。この時間はですね、読谷村文化センター大鳥ホール向かいにあります FM 読谷本スタジオから、私、タケボンと、あと、ゲストさん、お二人でお送りします。皆さん、よろしくお願いします。時の流れさえ、震わせて、飲み込まれないよう、流されないよう、泳いで、皆さんこんばんは。マンタキーラジオ始まりましたけども、お相手は、パーソナリティのタケボンと、あとゲストさん、はい、自己紹介どうぞ。はい、お久しぶりでございます。長尾和でございます。はい、よろしくお願いします。パチパチパチということで、はい、長尾和さん、なんかいろいろ話題を持ってきたようで、いやこの出ない間のところにいろんなところで体験とかしまして、まずちょっと大きなところでいけば、今年の4月だったんですけれども、実は精神科医で、はいはい、作家でもある、そうです、しかもあの映画解説もこなすという、はいはい、まあ、北海道出身の樺沢翔さん、フェイスブックでね、はい、おなじみの方なんですけども、あの私の方も、友達の方をしてまして、フェイスブックでですね、いいねを連発しておりますが、この人の、はい、そうだったんです、はい、実はあのこの樺沢さんが沖縄にやってくるということで、うん、はい、そのセミナー、うん、行ってきました。あ、いいですね。セミナー行ってきたんだ。はい、おー、いいですね。どうでした、セミナーの方。
実はあのこの Facebook の使い方とか、はい、そういったのをちょっと全てあの網羅している方でしたので、それをちょっともうくまなく教えてくださるっていう感じだったんですけど、なんか行きたかったなって感じはしたんですけど、まあ、ちょっと仕事だったんでちょっと行けなかったんですけども、はいはい、沖縄に来てるってことをちょっと知らなかったんですけどね。そうだったんですか。はい、ずっと追ってみてたら、え、来るんだっていうちょっと気が過ぎたと思うんですけどね。あまりこう Facebook は集中して見ないんですよ。こうながらでちょっと見たりしてるんですか。はい、それでちょっと分からなかったんですけどね、沖縄来てたんだなと思って。そうだったんですよ。なんか話聞いたらですね、はい、なんか会いたかったなっていう。そうでしょ、近くにいる人とか、ね、友達に結んでる人でした。まあ、どんなのやってたかっていうと、はい、この Facebook で、はい、例えば、うん、いいねもらったりとか、はい、あとどうやったらこうやってからの反応してくれるのかなとか、はい、そういったのをちょっと全部体系的に教えてくださったんですね。そうなんだ。だからこれを知るだけで、私もちょっと目から鱗だったんですけど、ね、はい、ああそうなんだ。だからね、うまいですよね、あの人ね。あのフェイスブックのこう、はい、書き方とかですね、そうそうそう、見てると、はい、でそこで、うん、まあそれで、うん、まあはい、セミナー終わった後でまた二次会でまた居酒屋、近くの居酒屋行ってから懇親会もちょっと参加してきたんですけど、ね、ああそうなんですか。いいですね、懇親会ですか。行きたかったな。だけど、うん、やっぱ仕事で行けなかったというもう残念。次またの機会にね。あ、そうですね、そういったのがあるんでしたらまた、このところでも話ができたらなと。そうですね、はい、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで今日はですね、中尾和さんを、ゲストに迎えて、1時間お送りしたいと思います。はい、今日のメールテーマはですね、早速いきたいと思います。今日のメールテーマ、太らないならたらふく食べたいもの何ですか。中尾和さん何ですか。太らないならですか。うん、あ、たらふく食べたいもの。今ちょっとここに思いついたのがカレーうどんが。カレーうどん、たらふく、たらふく食べたいなっていう。あ、しかしどうでしょう。あ、うどんだから太るのか、やっぱりこう食べすぎると、まあ、炭水化物ですからね。はい、そうですね、そのまま行くとやっぱり横にってなっちゃいますけど、ね、そうですね、はい、太らなければって言ったら今食べたいなと思うのがこれなんですよ、うん、カレーうどんいいですね。私の場合なんだろう、ケーキとかかな、甘いのが、はい、結構好きなんで、うんうんうん、ケーキとかケーキ類かな、うん、ちょっとね、太ったりあと糖尿の方がちょっと気になるんで、はい、ちょっとあまり食べれないんですけど、まあこうたらふく食べてみたいですね、うん、こう太らないっていうか、はい、こう血糖値に影響がなければ。あ、なるほど。はい、ということで、うん、皆さんの、太らないなら たらふく食べたいものは何でしょうか。メールにて、送ってください。メールアドレスは fm786@fmyomitan.co.jp、 fm 数字の786@fmyomitan.co.jp です。ファックスでも受け付けておりますので、ファックスナンバーですね、098-958-7861 098-958-7861 です。はい、懸命にマンタキーと書いて、送ってくだされば、マンタキーのホルダーがありますんで、そこに入りますんで、検索しやすくなりますので、皆さんマンタキーと入れて送ってください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、ちょっと時間あるかな。あ、はい、曲までにあと20秒ぐらいありますけども、はい、何かあります？そうですね、はい、ここに遊びに来るのもちょっと久々だったんで。あ、そうですね、今日は、天気良かったですからね。まあ良かったですね、結構ね、はい、雲は多かったんですけどね、はい、雨は降らなくて結構いい天気でしたけども、はい、あ、これ後で話そう。あ、いいでしょ。今日ちょっとね、あることをやりました。あることっていうか、またしたことではないんですけどね、久々にちょっとあることをやりまして、うん、はい、その話をちょっとやろうかなと思っております。あ、そうですか、はい、ということで、この後はですね、今日のオープニング曲かけたいと思います。はい、流れてきたのはですね、
ビルディングブロックス、ビルブロ、略してビルブロさんなんですが、アルバムネイチャーコーリングから赤い糸、赤い糸ですね、なんか噛んじゃった。赤い糸聞いてください。はい。赤い糸を巻いて歩き続けたけど、どこにも君はいなくて、赤い糸を抱えて風に笑う君だけ、深く募る想いが伝わる言葉を選んだから、きっと叶うよね。優しい風に吹かれ散って
FM 読谷から生放送でお送りしております。あ、今大丈夫ということでプリンさんからコメントありました。ちょっと調整しましたんで、どんなかな、レベルちょっと下げたんですけどね。はい、ということで、FM 読谷から生放送でお送りしておりますマンタキラジオです。今流れてるのはですね、NJ さんの、君、あ、愛した君のことですね。愛した君のことという、曲でございます。はい。これを BG にしてちょっと、いきたいと思います。はい。この後ですね、防災士さんの、辻川みのるさんの方に電話をちょっとつなげたいと思いますので、防災士についてですね、はい、ちょっとお聞きしようかなと思っております。はい、じゃあ行きますかな。辻川さん聞こえますか。あ、はい、あ、聞こえてるかな。どうでしょう。辻川さん、ん、これかな。あ、ちょっと待ってね。あ、ごめんなさい、ちょっとボリュームが間違ってました。すいません、これだな。はい、あ、辻川さん、はい、あ、すいませんね、ちょっとボリューム、あの、フェーダーを間違ってしまって別のものを上げてました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、防災士のですね、辻川みのるさんに、お話を聞きたいと思います。バックにはですね、まあ、辻川さんおなじみだと思うんですけども、 NJ さんの曲をかけております。はい、ということで今日の釧路はどういうお天気でしたでしょうか。はい、はい、釧路は霧の町ということで、あの、よくご存知いただいている方もいらっしゃると思うんですが、はい、今日はですね、霧がかからずに晴れまして、おお、よかったですね。そうですね、はい、で気温の方も今日は17度5分まで、上がっております。あ、釧路って結構気温低いんですよね。ね、根室あたりでだいたい30度でしたっけ、近くまで上がってるんですけど、そうですね、釧路は海に近いものですからね、どうしても海風で少しひんやりとしますね、なんか、あの、他の、どう、うん、そうです、はいはい、あ、いいですよ、どうぞ。いいです。あ、まあ、北海道特に道東の方が最近30度超えっていうニュースが流れたりしてると思うんですけども、そうですね、釧路はちょっと別格でして、だいたいこのぐらいの気温でございます。なんか、一桁の気温だったりするんですよね。見てると、気温の分布を見てるとですね。はい。意外と。先日も、エンガルというところで33度7分という気温が出た日にですね、釧路はかろうじて10度に届いたという。すごいですな。あら。はい。意外に、北の方が寒そうですけどね、結構ね。そうなんですよね。おそらく皆さんそうって思われると思うんですけどね。はい、意外に、おそらく、今、沖縄で聞いてらっしゃる皆さんにとっては、はい、なんという温度なんだろうと思われてるんじゃないかなという。そうですね。沖縄の、はい、気温より低いですから。そうですね。最低気温よりもおそらく低いぐらいだと思います。そうですね。沖縄の冬は、一桁になることがまずないんですよ。ああ、はい、はい。はい。それで、こう、4度と、4度とか、もう一桁台聞いたらですね、沖縄ではニュースになりますから。でしょうね。ということで、はい、一応、ですね、北海道、釧路、夕焼けのね、綺麗な釧路ですけども。はい。はい。ということで、はい、今日はですね、防災士のちょっと話を。はい。そうですね、ちょっと伺いたいなと思って、こうゲストに電話出演で、はい、ちょっと頼んでしまったんですけども、はい、とんでもありません、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。防災士というのは、どういう、はい、こう資格というかどういうものなんでしょうか。それからお話し願いますか。はい、防災士というのはですね、NPO 法人の日本防災士機構という、はい、団体が認証している民間資格になります。ああ、そうか。はい。で、この資格はですね、
阪神淡路大震災、おそらくご存知だと思うんですが、はい、1995年に発生した大きな災害でした。はい、この災害をきっかけにですね、民間の人からですね、自分たちで助け合い、お互いを助け合い、そして共に働こうということをですね、原則として、いろんな社会の場面でですね、災害を減らすという減災というんですが、はい、減災や社会の防災力向上を目的にですね、組織されている団体になります。これは全国的にこう防災士さんというのはいるんでしょうか？はい、全国に防災士はですね、今7万8700人ほどおりまして、第1号の防災士が生まれたのは平成15年ですね。この時をスタートにですね、今は7万8000人以上の防災士が活動しております。はい、なんか防災士というとあまり馴染みがないような、感じがするんですけども。そうですね、で沖縄県内にはですね、残念ながら今188人の、防災士がですね認証されているだけでして、これからですね、やっぱり全国、どこまでもですね、防災士という仲間が増えて、防災力が高まってくれることを、共に頑張らなければいけないなと思っているところなんですけども。そうですね。はい、これって、もちろん試験を受けて取るという感じになると思うんですけども、はい、はい、そうですね。日本防災士機構というところが定めたですね、カリキュラムがありまして、それに則った講習を全国各地で、行っております。はい、でその試験、講習を受けた上でですね、はい、試験を受けて一定数の、正解数を持ってですね、認証を受けることができます。あ、これ内容は、どういうふうになってます？この試験の内容というか、はい、講習の内容ですね。この講習内容ですね、はい、これはですね、実は非常に幅広くなっておりまして、地震や津波といったそういった天災ですね、それだけではなくてですね、あとはそのテロですとか、あとはその情報的な今は情報流出ですね、はい、そういったものも今多発している中でですね、企業のそういったリスク対策、そういったものも含めた内容まで勉強させてもらうことになってます。あ、じゃあ結構幅広いんですね。こう。そうですね。幅広くやりますね。地震とか、こう、災害だけではなくて、こう、テロとか、そういうのも含まれてくるんですね。はい。はい、そうですね。いざ、災害が起きて物事が動けなくなるというのは、実は天災だけではなくて、そういった物事にも共通している部分がありますので、はい、そういった意味では我々は幅広く、特に、やるの、特に多いのは、天災、まさにその地震、津波、あとは沖縄でいうと台風ですね。はい、そうですね。こういった災害ですね、はい。そういったものに対しての勉強も非常に幅広くやることになってます。わかりました。じゃあ、結構取るの大変でした、これ。幅広い内容なんですが。ですね。私は平成22年の2月に、認証を受けたんですけれども、私はたまたまそこの防災関係に昔からいろいろ勉強してたといいますか、そういった活動もしてたものですから、はい、比較的私は難儀はしなかったんですけど、そうですか。やはり、はい、皆さん結構苦心されてですね、私は自治体の講習会を共に受けたんですけれども、その自治体さんで他に受けてた仲間たちも結構苦労してですね、なんとかみんなで合格しようということで頑張りましたけれども。ああ、そうなんですか。これ、はい、多分沖縄でもですね、取りたいなっていう人、多いんじゃないかなと思うんですよ。はい、結構台風とかですね、最近でも、こう地震とかもありましたし、そうですよね。そうですね。これを取るには、ホームページとかあるんでしょうか？はい、ですね、この試験を受けてとか、そういった内容をですね、詳しく知られたい方はですね、ぜひ日本防災士機構ということで、そちらの方でホームページがありますので、検索の方で防災士と入れてもらえればホームページ出てきますので、そちらの方でぜひご覧になっていただきたいと思います。でちなみになんですが、沖縄でもですね、年に1回程度ですね、防災士研修センターというところで、試験をやっておりますが、ちょっと今年のスケジュールの中は今ですね、沖縄の会場がちょっと出てないものですから、おそらくまた来年度に入ってから、おそらくそういったもの機会もあると思いますので。はい、わかりました。じゃあ詳しくはもう、はい、ホームページでということ
そうですね、そちらの方でまたご覧いただければと思いますね。わ、ね、はい、かりました。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。とんでもございません。またよろしくお願いいたします。はい、また、そうですね、あの釧路の夕焼けの方でお会いしたいと思いますので。そうですね、そちらの方もまたいろいろとよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、じゃあまた、そうですね、情報があればまたお知らせくだされば、こういうふうに電話つなげてですね、また情報を流したいと思いますので。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、失礼します。失礼いたします。はい、FM 読谷から生放送でお送りしております、はい、マトキラジオですということで、ここでですね、NJ さんのチョコレートガール、バックにですね、お知らせをいきたいと思います、はい、まず一つ目、全島サッカー1万人祭り2014のお知らせです。6月8日日曜日、沖縄市陸上競技場にて午前10時より全島サッカー1万人祭り2014が開催されます。 FC 琉球 VS J リーグアンダー22選抜の試合は午後3時キックオフ、
小学生は無料。その他ヒーローショー、ダンス、ミニライブ、グルメ、キッズエリアなどプログラム盛りだくさん、無料シャトルバスも用意しております。お問い合わせは電話番号098-987-1619 098-987-1619 です。伝統サッカー1万人祭り2014ですね、2014実行委員会までということで、以上伝統サッカー1万人祭り2014のお知らせでした。あと一つですね、これは追悼週間のお知らせですね。FM 読谷からのお知らせです。6月1日から6月7日の1週間、全国水道週間が実施されます。今週のスローガンは美味しいな、大事なお水、ごくごくりです。この水道週間期間中、 FM 読谷では水道課の提供により特別番組を放送します。番組では新行政区になり、災害時などに役立つような自治会事務所と事務所を中心に取材、水道課の運営が止まってしまった場合の水の確保について調べてみました。放送日は6月1日、から7日の平日午後3時50分から4時までの約10分間、日上美幸と金城玲子が行く災害時知っとこ水どこ行政区、どうぞお楽しみに。FM 読谷からのお知らせでしたということで、まあさっきのね防災士の方にもかかってくるんでしょうかね、災害時にこう水のをどう確保するかっていうのもあると思うんで、はい、まあ、そこはまた、この特番ですね、はい、を聞いて、皆さん考えてほしいなと思いました。はい、ということでお知らせも終わって、はい、電話出演、電話のゲストも終わって、あとは伸び伸びそういうことです、ね、あとは伸び伸びかな。いやそういうこと、ここでストレッチする話じゃないでしょ。いや、やることやりましたんで、はい、はい、あとはメールを、はい、来たメールを読むぐらいかな、多分ここのディスプレイには映ってないはず、映ってないですね、ちょっとね、ディスプレイ映らないんで、こちらの方で、はい、ちょっと読みたいと思いますので、はい、はい、お願いします。じゃあ行きます、はい、ですね、ポリンさんから、はい、タケボンさんこんばんは、はい、ポリンです。食べたいのは甘いものです、ケーキかな、甘いもの大好きなので、ということでプリンさん奈良からプリンさんだからプリンかなと思ったもんだから、ケーキかなですか。いやいや、もうあれじゃない、ケーキ全般、プリン全般みたいな感じじゃないですか。どっちもかってことですかね。まあ甘いものが好きっていうことなんで、まあどっちも、どっちもどっち、うん、ってことね、そうそういうことじゃないですかね。そういう、はいはい、ということで、はい、ですね、次はヤクちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。竹本さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。今日のテーマですが、太らなければというか、お腹を壊さなければアイスクリームが食べたいですね。あ、急に暑くなって、今日も33度、明日、明後日も34度とか、京都は盆地なので暑さもですが、かなり蒸しますということですね。あ、そうなんですね。体調崩しやすい季節です。竹本さん、美奈子さん、くれぐれもお体ご自愛くださいませ、ヤクちゃん、ということでヤクちゃんさんからいただきました。はい、ありがとうございます。アイスクリーム食べたくなるんだ、本当に。あ、この時期は食べたいですね、まさにかき氷とアイスクリームですね、大体、はいはいはい、沖縄ではぜんざいって言ってるんですけど、ぜんざい、ぜんざいの、日本でいうぜんざいの上に、氷が乗ってる、そういうことです、かき氷が乗ってるのが、はい、沖縄のぜんざい、はい、まあ、冷やしぜんざいみたいな感じになると思うんですけどね、まあ、ここ読みたんでいけば、はい、鶴亀堂ぜんざい、はいはい、鶴亀さんですね。私もちょっとまだ今年は行ってないんですけど、はい、昨年、お邪魔しました。あ、はい、あそこの、はい、かき氷っていうかぜんざい美味しいですよね。美味しいんですよね。氷が結構ふわふわしてて、ああ、してました。うん。で、あれ、冬になるとですね、
芋、はい、石焼き芋が出てくるんですけど、今年は出てきたのかな、ちょっとね行ってないんでわからないんですけどね。あ、そうなんですね、石焼き芋を販売してたりするんですよ。これはちょっと初めて知りました。あ、本当、はい、何年か前にちょっと食べたんですけど、はい、ナルト金時とかも確かあったと思うんですけどね、いろんな種類の芋が石焼き芋になって売られてたんですけど、まあ今年はどうかなちょっとよくわからないんですが、夏場なのでまだうん、この後、そうですね、でまた行ってみるってことになるんでしょうかね。そうですね、まだその冬場のところも私もお邪魔したことがないので、冬場、うん、冬場ちょっと行ってみてください。はい、確か冬場だったと思うんですけどね、芋が出てきたのは、はい、まあ見かけたらちょっとまた情報提供してみようかと思っておりますので、まあ、見てみましょう。私もちょっとまだこれは興味あります。はい、はい、ということで、はい、じゃあ次いきます。はい、はい、竹本さん、中岡さん、こんばんは。こんばんは。お、中岡さん来てますよ。はい、はい、そろそろ梅雨明けするのかな。いや、まだですね、まだですね、あと1ヶ月、1ヶ月というかあと20日ぐらいありますか。まだ宣言してないので、ハーリーガネが鳴ったら梅雨が明けるんですよね。ああ、確かに、まあ、言われてますね。 だけど那覇のハーリーはあれだったよね、中止になったよね。いつか雨で、ね、本回りとか一切中止になりました、うん、あ、なりましたよね、確かね、はい、だから糸満のハーリーかな、今ハーリーガネが鳴ったら、はい、鳴ったら梅雨明けますよ、梅雨明けっていうのは一般的に言われますけどね。糸満のハーリーになるんかね。糸満ですね、はいはい、ということで、早速メールテーマ、太らなければたらふく食べたいもの。あ、もういっぱいありますね、食いしん坊ですから、うん、笑い。例えばいちごが入ったケーキ、はい、バームクーヘン、シュークリーム、はい、全部甘いものだな、はい、すごいな、考えるだけでもお腹いっぱいやし、相方が作るナベラウブシたらふく食べたい、へいってバカって笑い。じゃあ、はい、なんで作ってもらえばいいさ。ねえ、ナベラウブシだったら、うわ、うん、まあナベラ夏バテにはいいんじゃないでしょうか。まあ、そうそう、時期でしょ多分ナベラは、まあ、時期ですよ。まあナベラって何ねって思ってる人もいると思うんですけど、ヘチマですよ。ヘチマですね。でナエッチの人はヘチマってなんでタワシじゃないのって言うんだけ けど、沖縄の方は食べますよ。食料なんですよ、はい、食べるんですよ。食べますよ、はいはい、ということで今度ね沖縄のナベラも食べてみてください、はい、結構ね好き嫌いだけどあるよね、沖縄の人でもね。いますけど、ね、うん、ナベラね、なんか嫌いっていう人もいるし、売り切れだったら苦手なのかな、好きっていう人もいるしね、うん、うん、なかなかね、僕はそこら辺が好きですよ。はい。バイカメ。多分全部ダメですねって。ダメじゃないですよ。最後に。採用されてますから。ね。いやいやいや、多分ね、全部、お腹いっぱい食べれないだろうなっていうことだと思う。そっちだと思う。はい。ということで。カメさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あと来てるかな？来てなければ。どうだ？なんか来てるね。はい、来てます来てます。ですね。あ、誰だこれは。どなたかな。ああ、はいはい。キヌタのひまらやすぎさん。ナエタさんの、ちょっとリクエストする、いつもする人なんですけども。はい。ですね、来週かけたいと思いますんで、今週まではちょっと、CD がちょっと手に入ってないんで、かけられないんですけど、来週入る予定なので、来週から、1ヶ月間ナエタさんの曲をかけたいと思いますので、ちょっと待っててください。申し訳ないですけどちょっと待っててね、本当に。はい、ということで、じゃあメール読みたいと思います、はい、こんばんは皆様、楽しく拝聴しております、はい、うなぎひつまぶしうな丼ですねだってうなぎ高いし ね、 食べたね、でも食べたいわあるよね、うなぎ。うなぎいいよね。いいですね。うなぎ私も好きよ。大好きよ、みたいな。はい。リクエストお願いします。はい、NHK49 日のレシピの主題歌になった曲、はい、沖縄チャタンで活躍してるシンガーソングライター、ネータちゃん、宇宙のレシピをリクエストお願いします。これからも楽しい放送お願いします。スタッフ、皆様、ともども、お体、ご自愛くださいませ、ということで、ラジオネーム、キヌタのヒマラヤスギさんからいただきました。すいませんね、FM ユミタンのですね、あれないんですよ、ライブラリーに。
今のところ。これからね、だんだん入っていくとは思うんですけども、CD が、手に入る予定なので、それの中にあればいいんですけども、おかけしたいと思いますので、ヒマラヤ杉さん、もうちょっとお待ちください。はい、来週あたり、かけられるんじゃないかなと思いますので、もうちょっとお待ちくださいね。はい、はい、ということで、メールは、あ、まだ来てる、まだ来てます、ね。ます、はいはいはい、続きましょう。来てます。はい、はい、じゃあ、引きます。はい、ユーミさんから。お、ありがとうございます。ありがとうございます。竹本さん、カズさん、こんばんは。こんばんは。愛知県のユーミです。愛知県南部も今日は暑かったよ、涙という感じで。さて、太らなければひたすら食べ続けたいもの、ポテチとゴーヤーチャンプルー。ではでは。ゴーヤーチャンプルーって、あ、そっか、油使ってるから太るかな。太りますね。あ、豆腐も使ってるしね。豆腐も入ってるし、はい、はい、確かにポテチも ね、あれも太るからな。はい、はいはい、ゴーヤーチャンプルー、ひな、この時期だからね、うん、時期だから、ゴーヤーチャンプルーは夏バテにもいいんで、はい、ぜひぜひいっぱい食べてください、ユビーさん。はい、ねえ、ポテチいいな。ポテチはもうビールのお供ですね。自分はポテチはまあいいな、そのまんまでもいいんですけどね。うん、ただまあこればっかりだって食べるとやっぱ太るな。ああ、やっぱりね、太るよね。カロリーすごいもんね、あれね。すごいですよね。あのポークもだよね、ポークランチョンミートもね。ああ、そう、あれも1貫1000キロカロリーあったと思うんですけど。え、そんなですか。 あるよ、あれ、あの、まあ、だから丸々はないと思います。そうそう、まあ、僕もあの昼間とか、定食で食べいただくときとかはやっぱり、はい、使われてるけど、一貫丸々じゃないんですよ。一貫丸々一度に食べるっていう人が いたら見てみたいよね。あれ食べきれんよね、絶対。食べきれないですよ。うん、あれ何キロぐらいになるかね、あれは、ね。だって、ね、焼いたとしても、うん、だいたい8分の1とか。そうだよね。そのくらいのカットした状態で出ないと。はい、ということで。あ、次ですね、はい、メール来てますけども、あの、プリンさんから。はい。こんばんは、プリンです。プリンはアイコンのウサギの名前ですって。てっきり私デザートかと思いました。違うんですね。ウサギの名前らしいですよ。あ、ありがとうございます。はいはい、ウサギのアイコンなんですよ。はあ。それで、ウサギのアイコンらしいんですけど、この名前らしいんですけど、ね。あ、そういう意味なんですね。はい、そういう意味。よくわかりました。ですよ。はい、ということで。どうもありがとうございました。はい、ということで、以上かな。ちょっと待ってね、なんかありそう。ないかな。あ、以上ですね。以上ですね。はい、メールは以上ですが。はい。ですね。もうそろそろ。はい。CM に入りますけども。はい、まあ、CM の後も、メールがちょっとなければ、ツイキャスのコメントを読んでみたいと思いますので。はい。皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あともう少しで、あと、10秒弱ぐらいで。弱ですね。コマーシャル入りますけども、またこの後も続きます。皆さん、またコマーシャルの後もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
はいはいはい、 FM 読谷から生放送でお送りしておりますマンタキラジオですが、はい、はい、この後もですね、皆さんの、メール来ればメールで、メールが来なければ、ツイキャスのコメントを読んでいきたいと思います。はい、ありますかね。はい、ですね、今ですね、いろいろうちの相方が出てきて、いろいろ書き込みしてるみたいなんで、ちょっと読んでみてもらっていいですか。なんか返事がいろいろあるもんですから、はい、返事の方はちょっと飛ばしたいなと思ってるん で、はい、すごいな、みんな TL のタイムラインが結構流れるんですよ。拾えますかね、ちょっと辛いかな。ちょっと待ってくださいね、今ですね、あずみんさんですね、はい、皆さんこんばんは、休んでしまいま、すいません、来週から実習が入るので、はい、もしかしたら休むかもしれません、はい、休んだ場合はすみませんということで、 あらかじめお詫びですか。そうですね、来週からちょっと実習入るんですよ。あ、そうなんですね。それでちょっと間に合わないかもしれないんで、休みになる可能性がちょっと、うん、あるんで。でも途中から入ってきても、だからどうかな、そこ、ちょっと、来る可能性がありますよ。ちょっとわからないんですけどね、その辺が。はい。それは来ててもちょっといいかもしれないけど。うん。まあ、事情があるんで、どうなるかはちょっとよく、うん、わからないんですけどね。はい。ということで、ですね、いろいろ見てるとですね、プリンさんが、ヘチマってかんぴょう、はい、いや、かんぴょうじゃないです。かんぴょうは違いますか。かんぴょうとは違います。ヘチマってか、ヘチマってかんぴょう、ヘチマはヘチマです。このたわしを作るヘチマです。そう、本土の皆さんは例えばたわしとか、そうそうそう、風呂に使う、そう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 、タオルとかそれの赤こすりとかでよく使われてるかと思うんですけども、うん、沖縄ではこれ食用として使われてよく、そうそうそう、利用されてるんですね。結構ねトロトロで、はい、甘みがあってですね、はい、まあ、好きな人は好きなんですけど、嫌いな人は嫌いなんですな。だからもう沖縄での今、うん、ヘチマンブサって言いますけど、例えば味噌煮込みで、はいはい、ポークとか野菜とかで煮込んで、食卓に出てくるとか、はい、あと地元の定食屋さんでもう定番で出てきたりとかするんですよ、はい、だからこれを聞いてちょっと何なのかなっていうんだったら、うん、一度沖縄に、沖縄、ネットでですね、はい、沖縄料理を検索すれば出てくるかね。あ、それでちょっと見てみるのもいいかもしれないですね。ヘチマ料理ですね。そうですそうです。まあ、うん、内縄口ではヘチマンブサとか言いますけど、はいはい、まあ、もしくはヘチマとかでちょっと検索したら出てくるんじゃないかなと思いますね。はいはい、はい、それで多分出てくると思いますので、もし分からなければ、はい、それで検索してもらってですね、はい、沖縄料理であると思いますので、ヘチマ料理がですね、はい、もしよければ、はい、検索してみてください。はい、お願いいたします。はい、お願いします。ということで、いろいろあるんですが、先ほど登場していただいたですね、
辻川さん、はい、防災士のですね、その人がですねコメントがありまして、はい、なんか缶詰一缶食べちゃったみたいな感じでポーク缶ですね、はい、ポーク缶詰、一缶食べちゃいましたみたいな感じで載ってたんで、うん、結構なんかすごくないですそれって。大好きなんですかそんなに。北海道の人ですけどね、はい、あこれですね、ランチョンミート食べたいなというか一缶食べきったことがあることあるっていうことで、まあ、はい、よくスーパーとかで売ってるところでしたら、そうこうやってあの缶詰でこうやって丁寧にちょっと握って、大きさがあるんですけど、はい、中に業務用のものがあったらこんなに、そうこんなもんで、そう、あの丸缶でだいたい50センチぐらい、そうこんな高さになってます。30ぐらいかな。まあ、うん、今のツイキャスとか、動画でご覧いただいている皆さんだったらだいたいこんな大きさだってイメージしたら使うかもしれないんですけどね、はい、業務用だったらこれでって言ったら絶対そうですね。あーユーミンさんから、はい、ですねなんかありましたね、ヘチマは、味噌煮にするとちょっと細かい種の多いナスみたいに見たくなります、はいはい、あー確かにね、確かにです。はいはい、あのユーミンさんからいただきました。ユーミンさん、なぜかもう地元より沖縄通な人なの、はい、沖縄通なんですね。あの方はあの沖縄の人より沖縄知ってるんじゃないかっていう。よ、知ってるんだよな。そうですね。はい。ということで、はい、いろいろ。なんか、あの、ジョージさん、鈴木ジョージさんから、はい、ヘチマ食べたことねえなーって、ないなーということで、いろいろ。ちょっとイメージがわかんない人もいらっしゃるかもしれないですね。どんなのっていう。釧路の美濃さん、はい、先ほどの、人がですね、はい、丸缶は食べたことないなーって。あ、やっぱり。あの、四角いやつ、あれは食べたことあるけど、っていうこと、まあ、業務用は助かないです。そうですね。あずみんさんがですね、はい、業務用は約15センチぐらいの円柱形の容器かなっていうことで、はい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 、円柱形っていうのイメージつかめれば、そう分かっていただけるかと思いますね。そうです業務用ですね、はい、あの食堂とかで使ってるやつですね。その通りですね。はい、ということで。おかちゃんさんが、はい、ヘチマの刺身ってありましたよねって。ヘチマの刺身はさすがにないんじゃない。あ、ヘチマじゃなくてあれは、はい、あの浜地か何か、浜地じゃないですか。ヘチマの刺身ってあの沖縄で暮らした私でも聞いたことないですよ。ないですね。はい、ということで、はい、はい、ありがとうございます。ということで、あともう時間がなくなりましたということで、はい、今日も一人はまあ二人だったんですけども、長尾和さんと一緒にお届けしました。またぎラジオいかがでしたでしょうか。はい、ということで明日のですね、はい、明日じゃない来週のですね、はい、メールテーマがですね、笑われたに関するエトセトラです。笑われたに関するエピソードを送ってくださいませ、はい、ということでこの後ですね、音楽が続きますけども、はい、FM 読みたんでお楽しみください、はい、今日のお相手は、パーソナリティのタケボンと、はい、ゲストで来ました長尾和でした。また来週お願いします、はい、おやすみなさーい。おやすみなさーい。